鎖骨ってなんで鎖っていうの？うわ、怖っ。ミネラルウォーターってあるじゃん、水。はい。待って、もうそれやだよ。ゾッとするぜ、つがくわー、怖っさ、怖っさ、ゾッゾッ。さあ、何回目ですか、これ、はい、これは3回目、3回目。うわっ。で、2連覇してますから。待って、めっちゃどんどんいってない？ほんとだ。え、って言ってるよ。はえって、どんどん言ってるし、そこ開いてるんだよ、ずっと。え、開いてない、閉めてや。え、どこのドア？天井じゃない。さっきまでしなかったやん。あるしか、あるんだよ。まあまあまあ、置いときまして、はい、今回から一人1000円の参加ということで優勝者にはこちら、5000円をプレゼント。やばい、これ、これは当てたいよ。5000円ってところがゾッツァズっぽい。リアル。なんかね、1万円とかじゃないところがゾッツァズっぽいね。まあ、高評価、前回1万突破していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、おかげさまで早めにね、第3回か4回か行われることになりましたので、ね、はい、いや、おもろいよ、はいはいはい、おもろいんですよ、うん、普通に。おもろいんですよね。それはね、みんな見たいです。ということで、お願いします。おーい、タバコ吸いますよね、あなたたち。はい。一日何本吸います？まあ、1箱いかないぐらいかな。1箱って何本なの？20本です。タバコ1本につき5分30秒。寿命縮まってます。ちょっと、マジで。そういうことで言わんと。俺はね、箱いく。20本いく。お前やばいんじゃない ?20、20。1日20本吸うと1年が11ヶ月になってしまうという計算になると。うわ。結構ね、ヘビースモーカー、ST スタジオいますから。はい。あなたたち、で、俺だけ生き残りますと。いや、でも何がゾッとするかって言ったら、もう結局有害なのは副流煙だから。お前が一番体悪い。はい、あー、はい、お前はい、お前死んだ。お前だけ先に死んで、俺らはまだ長い。ありがとうございます。エヴァンゲリオンのお父さんすなよ、お前。もうやだな、また持ってかれてますよ。なんか本当にやめてほしい。ずるいな。買っているでしょ、虫の皮。持っていますね。あれって血吸うとき必ずおしっこします。え、なるほど。うわー、その菌なんだ。水分放出。腹立つ、腹立つな。めっちゃゾッとした。うわー、ちょっといいな。やばい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 。おしっこしてんの？そう、おしっこしないと重すぎて体が、血で。あー、そういうことか。絶対する。うわー、ちょっと腹立つで。だから吸われたやつは 100% ついる、おしっこ。あの足ですよ、足の感じで。こんな塗ってときもめっちゃ体が、うわ、めっちゃしょんべんだから正しいわけ。うわー、ちょっとレベル高いな、ちょっと知らん。俺の今までで一番ずっとマジで金かかるって分かった瞬間、みんなかかるクオリティガコーン。クオリティの上がりようが。一番骨折しやすい骨ってどこか分かる？鎖骨なんですよ。なんでかって言ったら、柔らかいんだって、一番。鎖骨柔らかい、柔らかくて一番なんか脆いらしいの。そこで、鎖骨ってなんで鎖って言うと思う？あれは古代の中国で囚人とかを動けなくするために、うわ、ここぶっ刺して、で、拘束して動けなくすると。で、その様が鎖に似てるから鎖骨って言うんです。うわ、怖っ。お前レベル高っ。中国ってなんかね、そう、結構やっちゃってるイメージあるから。中国がマジでヤバいっす。まあ皆さん、お風呂は入りますよね。だるまさんが転んだってありますよね。だるまさんが転んだと3回言うと後ろにお化けが出ます。違います。違うんだ。あー、違う。おぉ、だるまさんが転んだを念じるとマジで霊が寄ってくるんですよ。もう俺のつまらない。俺のつまらない。俺言い換えただけや。第5巻出してくれ。2周目、はい、のりさん、お願いします。お願いします。カタツムリって知ってますか？はい。あ、カタツムリいますよね。あんな小さいでしょ。はい。歯の本数25,000本。めっちゃ怖い。カタツムリ、うわ、マジか。弱いわ。ダダ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 ダって。それ見た方がやばかったね。あー、確かに見ないからまだ助かったんですけど。え、多分やばいっす。俺、ないんだけど。そういうとこですよ。あー、やばい。え、使っていい。やばい。あと持ってこないと。これは雑学ですもんね。そうだよ、もう使えるもんはバンバン使ってこないと。使った方がいいですよ。缶詰用フルーツとかあるでしょ。みかんの缶詰とかさ、あれ、皮溶かすときに塩酸使ってます。で、加工してあって害ないらしいんだけど、ごくごくたまに塩酸で歯が溶けてしまう人がいるらしいです。それやばない？やばない？ごくごくたまにいるんだって。ごくたまにな。そう、ごくごくごくって言われる。飲んだらの話かと思って。タボさん王者ですから、はい、後ろの荷物から言わせます。はい、お荷物です。はいはい。皆さん、まあ、ココイチ知ってますよね。リトルグリーンみたいな。ココイチ、これやな。リトルグリーンじゃないか。
っちゃ似てるなと思ってたやんじゃん。え、足短いセットアップみたいな。可愛いでしょ。ココイちゃんあるじゃないですか。ココって書いてあるんですか。あれ意味わかります。これなんかポルトガル語なんですけど、意味ウッです。本当だよ。ガチ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 だよ。いや、そっから取ってないですよ。ちなみにサッカー選手のカカ、あれもココって意味です。そういうことでしょ。それ言ってるみたいなもんですよ。じゃあ3週目でいきますか。大丈夫。はい、じゃあ最後長谷川くん、携帯電話で電話する声あるでしょ。あれってその人の声じゃないのよ。あ、まあ知ってますよ。それは2000パターンぐらいある音とかを調節してなるべく再現してるから、その人の声ではない。マジで。そうなの。だからそのオレオレ詐欺とかでお年寄りの人とかがかかっちゃうけど、うん、まあ結構ボケとかもあるけど真似してるだけだからうまく聞き取れないっていう部分も多いっていうやつなんですよ。いいのよ。あれ大丈夫王者。あれ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 じゃないの。あれだってそれ俺知ってたし、それその人じゃないんだよ。だってまあまあ怖くない。まあ似てる音を出してる。あーただの雑いだけですね。じゃあ3週目いきましょうか。じゃあいかんやん。でも3週目一応ね番外編やりますから。おー、まあ、ある人だけでいいです。3週目ある人。はーい。君から。ココイチさんから。あはココイチさんから。あ、俺もあるな。俺だったら詰め替え式シャンプーってあるじゃないですか。詰め替えして容器を乾燥させないでそのまま使うと緑膿菌っていう菌で髪の毛洗ってるんですよ。菌では洗わないで。いや、金なのよ。雑出る前に日本語勉強しました。俺と打率英語したの。そうだね。やめろお前。英語しって言われます。ラスベガスのカジノあるでしょ。おい、はい、あそこって酒飲み放題なんよ。めっちゃ最高じゃんって思うじゃん。最高最高。でもあれの裏の目的って酔わせて判断力鈍らせて、なるほど、大負けさせようっていう策略があります。怖いね、それはね。怖くないですか。なるほど。なるほど。あ、弱い。ボケそぼってますね。ちょっとね、やばいね。あれこれならもう出さない方がいいですよ。そうだね。あれちょっとマイナスブランディングが。じゃあ、キュウエさんやっちゃってくださいよ。ミネラルウォーターってあるじゃん、水。はい。水道水の K なんですよ、実は。え、あー、これは知ってた。知ってる知ってる。っていうのは、え、待って、もうそれやだよ。定義はさ、俺やだよ、それ。めっちゃ噛むもん。そうだ。あれね、安全基準が全然違くて、水道水はめっちゃ殺菌する。ペットボトルの水は、あれ殺菌しないですよ、実は。普段飲んでるからダメ。すごいね。どうですか。もう後に支障出ても出るやんけ。おい、そうだな。俺は聞きたくなかっただろう。ああ、でもこれ正義を。ミネラルの方がいいやつないの。ミネラルの方がミネラルの方がいい理由みたいな。ないないのかよ。ねえわけねえだろお前。金払ってんだろ。なんかあるでしょ絶対。天然水の方が殺菌の問題だけであって、まあ何かしらのメリットはあるだろうけどね。山なんてもうね金だらけですからね。確かに。言っちゃう。もしかしたら山なんてもう署名するやつもいるかもしれない。やめてー、正義決めないで。やめてー。あと1秒で俺が言って笑いだったんだ。ああ、ここ今のここへ、こいつさんが。なんだ、うんこのタイミングで。もうね、確定です、今日。いやー、もうそうか。そうだよね。第3回、ゾッザッツ、優勝は、恭平さん。よっしゃー、やったやった。すごい。これは満場一致ですよ。2打数2安打といったところ。3打数3安打。いや、強かった、強かった。2ホーマーです。よーし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 。カノなんかやつも嫌だったし。嫌だな。嫌だな、俺、カノ形とか。カラの天然水がさ、致命的すぎて。それなの。うわー、つえ。最近ね、前よりも拍車かかって天然水飲んでるからね。そう、めっちゃ飲んでる。結局、一番いいのは水だよね、つって買ってるもんね。そう、そうだよ。全然良くないから。はい、ということで、過去のゾッとする雑学は下の概要欄から見れますので、ぜひ見てください。お願いします。今回も声が1万突破しましたら、なるべく早めに第4回で5回ですね、次のゾッツでやりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のゾッツでお会いしましょう。バイ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 。ガオー。時は止まらない、過ぎてくだけ。